キメラの翼。2の仕様もこれかよ。25ゴールド損した。好きなとこ行けねえのか。ルーラか。まあ、試しとかないとね。2の仕様もこれかよ。なんでグループ分かれてんだよ。ハブか、ハブられてんのか。サマルトリアに行くって文字出るかと思ったら出なかった。そこ森判定。ハンマスでも森判定。早く。お前ら仲悪いんだな。あ、ドラキー逃げ出した。もうそんな強くなったか。よし、これでやっと王子と友達になれるぞ。ずっと友達だがと。ドラキー逃げる。ドラキーさん、ドラキーさん、どうして逃げたんだ。結局一周してしまったぜ。行くぜ王様。お、よくぞ参られた。ランドジトライヌか。ここには戻っていないぞ。何？どういうことだ。ここだったっけ。いない。はい。あれ？どこいんだったっけ。あー、あのクソ王子。ライフゴッドの山道で寝てんのかな。それシックスだって。ってことはリリザの町かな。変わってないな。あの王子どこ行きやがった。直線距離で下に向かう。どうせ逃げるなら出てくんじゃねえ。前に戦ければやられなかったのに。したした。いるんだろ。その姿を見せよ。いった。宿屋にいやがったこの野郎。追い越しちゃったじゃねえか。僕はサマルトリアのランド王子です。もしや君はローレシアの庄屋王子様では。いやー、探しましたよ。探したのは俺だよ。さあ、力を合わせて共に戦いましょう。僕はサマルトリアのランド王子ですってね。いきなりバラして大丈夫か。王子だろお前。お忍びの。あ、俺もバラしたわ。ローレシアの王子が旅に出たらしいですよ。あ、俺です。思いっきりバラしたわ。レベル11の時のパラメーターこいつの方が強い。ほら、魔法戦士、棍棒と川の鎧。どうしようかな。ここは道具屋だった。ちょっとね、アイテム欄に邪魔なんで、君持っときなさい。それは魔法は？ホイミン。よし。お前はホイミンだね。でもこう上上がらなかったな。私の弟はムンブルグの兵士でね、突然やってきて息子を預かってくれって言うんだ。それきり連絡が来なくて、危険なことでも起きたんじゃないのかい。この奥さん動くな。ほい。福引き券、あ、福引きあったな。全然当たんねえんだよな。リセットしながら試すか。さて、鎖鎌びらは両方が装備できるが、次の村でいいものが売ってるかもしれないので、とりあえず川の盾だけ買って。でもね、あれか、鎖鎌買って銅の剣を回すか。あ、でも次の町でね、もっといいの買える可能性あるからな。次の町までちょっと我慢するか。次の町ってどこだ。
もうモンブルクかなわけないよな。記憶曖昧だな。ちょっとサマルトリアの王子を仲間にしたんで、一回サマルトリアに行ってみるか。まあ、二人になってね。やめて。2。うわー、弱え。でもまあ、あれだ。的が増えた。あと、ホイミも使えるし。経験値は変わらないね。6だし。次、どこに行こうか。妹の部屋に。あ、お兄ちゃん、あたちも連れてってよ。ダメだよ、お前は。お兄ちゃんの意気悪い。邪魔だからね、弱いし。おい。ランド、お前の方が弱いぞ。お、ランドではないか、よく帰ったの。78と18じゃと。特にどこに何するかって教えてくれねえんだな。どこだったかな、ムーンブルクはもうちょい後だったはず。王女を仲間にするための村、ムーンペタだっけ？やめて、それやめて。ムーンブルクに？あ、じゃあとりあえずちょっと地図を埋めながらレベル上げといくか。地図を埋めながら、あそこに橋が。お、祠が。祠のとこだったよ、地図。いやー、ずっと防御してたわ俺の助さんは。逃げられるとレベルが上がらんぞ。確かここじゃなかったっけ。ランド君のレベルが1上がるまではね、行ってない場所地図埋めしながら走り回ろう。聖なるナイフか鎖がまあ欲しいな。でも次の街で買い物しよう。エリザの村から南に行くと何もなし。いきなり毒の沼地。弱い。鎖釜買ったらランドでも一撃で倒せるようになるのかな。まあね、脳筋勇者と一緒にしちゃいけないよね。ダメだ、なん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 と。2、素早さしか上がらん。まあ MP が上がったのは嬉しいけど。そして2人で寝ると、うわー、ちゃんと2人分取られる。当たり前か。でも部屋は1つなんでしょ。部屋ごとでいいじゃん。まあ MP12、 これでホイミがいっぱい使える。行きますか。さあ行きますか。あの祠行ってみよう。力上がんなかったからな。与えるダメージも変わらん。さて、とりあえずそこの祠。敵の出る確率高っ。まあまずは行ってみましょう。エンカウント率。逃げるのかい。お前逃げるのか。卑怯だぞ。よし、とりあえずここ行ってみよう。あ、通れない。ローレシア城の南にあるという祠には行かれましたか。いいえ、わしの弟があなたが来るのを待っている。あ、そうっすか。どうぞ。こうしてくれた。あーん、得か。せっかくだからね、じゃあ順番に行きたいところ。
まずはね、とりあえずこっちの地図をね、地図を埋めてっていうか頭の中の地図を埋めて、とりあえずムーンムーンペタは福引き場があった気がするな。でもリセットしてるとだるくなってくるだろうからね、あのリセットで大当たり目指すのはやめようかな。バブスライドのマスターズだ。よし、ラブ君役立たない。おし、力も増えて、よしよしよし、1ポイント1ってギラ覚えたな。ギラはグループ技だよね。グループ技、グループで来いよ。バブルスマッサッツ、まだ攻撃力足り、よし、俺のレベルが上がった。キュッ、脳筋もいいとこ、一文で1って、筋トレだけしてたのかな、マラソンもしようぜ。ダブルスライム、これはギラちょっと使ってみようかな。ドゥー、単体2のギラは単体なの。まあまあギラするとそれなりの火力だけど、ホイミがその分使えなくなっちゃうからな。おっと、軍隊あり、結構いる。倒せるか、お倒せるか、おわ結構食らうな。でも薬草いっぱいあるし、あれ軍隊あり金少なすぎね。単体あり、軍隊ありだ。ここに洞窟、まあまあまだ行かないけど、なんていうか地図も持たずに旅に出るのやめろよっていう。よくさ、あの地図も持たずに旅に出たみたいな歌あるけどさ、 J-POP、 地図は持てよ、迷うだけだろ。も持たずに旅とな。おっと、薬草はいっぱいあるからね、ギラは敵を倒すのに使いたい。ちょっと今アイテム欄の問題もあるんでね。よし、端っこまで行けた。ローレシアまで帰ろう。死ぬと復活させるの高いからな。そこの洞窟なんなんだ、普通の洞窟だよね。これで2体倒せた。おお、さらに毒った。キメラの翼があれば端っこまで行った。25ゴールド無駄に損してしまった。毒消し草と力増えねえなこいつ。じゃあホイミ、ホイミ3か。さあ帰るまで持つだろう。毒になるとまずい な、逆にならなきゃ楽勝だよ。よし、ローレシアまで持たしたいところ。やっぱキメラの翼は一つは欲しい。さすが脳筋主人公。
ドラキーは逃げ出したからのバグです。レベル一瞬で追いついてきたな。6-1だったのに。サリガマあたりかってランドに飛びさせててもいいけどね。そしたらザコ戦がすごい楽になるな。うん、敵ももう弱いからローレシアまでこのまま行こう。600ゴール。鎖釜と鎖片びらがそろそろ買える。でもここまで来たらムーンペタまで我慢しよっと。抹殺棍棒で撲殺して、ナメクジを棍棒で叩く。潰れてるよね。スライム殴らした方がいいかもね。スライムなら倒せるだろう、お前でも。とりあえず回復だね。こりゃドラキーはよく逃げる。撲殺天使棍棒で殴る。これがエクスカリバットだ。でもやっぱ2ってエンカウント率高い。3しか経験値もらえない。何しに現れた。よし、手ず持った持った。8ゴールド。キメラの翼を買っとこうと思ったが売ってない。まあいいか。ここの南にわしの弟が待っとるっつってたな。いいんだぜ逃げてくれたら。さあ、敵の強さは変わるのか。変わらない。スライムぐらい一発で。よし、ここから下ハイヤングアンツ。お、開始の時期で中よ。下だ。下に行くんだ。あれか、ムーンペタに行く条件が確かサマルトリアの王女を見つけてくるだったような気がする。よし、ここかな。わざわざ来たんだぜ。待っておりました。王子様にお教えすることがあります。銀の鍵と金の鍵の2つがあり、2つの種類があるのです。まずは金の鍵を。サマルトリアの西の洞窟の中。あ、さっき見つけたやつだ。おい兄貴、お前知ってたんなら教えろよその情報を。とりあえずキメラの翼は欲しいな。25ゴールドもするけど。どうする？やっぱ買い物終わらしてからの方がいいよな。ムーンペタまで行ってからかな。どうくっついてんの？ムーンペタで買い物終わらしてからだな。
くルールは覚えねえかな。ちゃんとね、あのヒットポイント減らした方を残してくれた。頭いいな、脳筋なのに。よし、とりあえずムンペタ行く。ムンペタ、キメラの翼は買っとこう。リリザで買っていこう。だいぶ素早さに差があるのかな。よっ、15、そう遅いわけでもないか。もう逃げるんならとっとと逃げていいんだよ。もう大ナメクジが逃げれるわけないよね。大ナメクジは逃げ出した。無双無双、おい、それで逃げてるつもりかって。現れたっていうか、いたって感じだろうね。多分すごい動き遅いんだろうな。さすがに毒の沼地は回避していこう。とりあえず道具屋さんにキメラの翼を一つ。ほとんど減ってないけど、まあ寝ていくか。薬草1個で完全回復できるんだったらね、値段的に。ムーンペタンに行って買い物する。